皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今日はですね、ボンドグループが新しく導入したテレビ会議システムっていうのをちょっとご紹介させていただきたいと思います。で、僕が説明しても何にも多分面白くないんで、せっかくなんで僕がいるこの埼玉ラガーコーポレーションとボンド東京をつないで、ちょっと内山店長に新型車のカスタムの話なんかをちょっと聞いてみたいと思います。で、もうつながってるんで内山店長よろしくお願いします。よろしくお願いします。内山です。でですね、ちょっと今回、はい、お題を考えてきました。はい、ちょっと待ってください。いや、もう大丈夫ですよ、テイク2だから。はい、それ言わないでよ。もう虫がいるんだ。それは言わないで。実はですね、この録画環境の不備でまさかの収録2回目っていう、ちょっと若干やらせになっちゃうんですけど、そのやらせのリアクションもお楽しみください。はい、できる。ちょっと待ってくださいね。で、まずちょっと、まあ、お題を決めまして、ちょっとその中から、はいはい、ちょっと内山店長に喋ってもらおうかなっていう、はい、で、まずはやっぱり外せないここ、これでいきたいと思います。はい、ダダン、 S クラスですね。はい、S クラス。はい。はい。これはもう、見逃せないですね。ちょっと、レンダリングのやつしかなかったんで、ちょっとネットから画像は借りました。はい。はい。で、やっぱり223、もう間もなく発売、登場って言われてますけど、はい。ここはやっぱり外せないとこかなっていう。はい、これは外せないですね。やっぱり僕らにとって S クラスっていうのはもう絶対的な、やっぱカスタムのマーケットがある、車ですからね。なるほど。内山店長的にはどんな感じでしょうか。やっぱりローダウンと足回りから、それはもうね、まずマストですね。なるほど。はい、S クラスやっぱりエアサスだから、ローダウンは割と早めにできそうな感じで。そうですね、なんかまあ早い段階で多分あの車さえ見させてもらえればできちゃうんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。で、ホイールもやっぱり東京店といえばアメタン中心になってくるんで、はい、そうですね、新しい車でもアメリカのオイルとかでだからかっこよくなっちゃうんじゃないかな。なるほど、どんと来いみたいな感じでしょうか。はい、なるほど。そうですね、で、すぐデータを取らせてくださいっていう感じですね。まだ東京店には223買いますとか。いや、でももう今買うっていう方がいらして、いらっしゃって、その方がもうホイールすぐ入れるっていう話はいただいてるので。あ、そうなんだ。はい、それはちょっとやらせじゃなくて、前回言ってなかったから。言ってたっけ。そうだっけ、そうだっけ、そうだっけ。言ってた、言ってた。その先の話は聞いちゃったけど、223も言ってたっけ。そうですね。そうなんだ。はい。なるほど。で、エアロについては、まあ多分各社いろいろ出てくるとは思うんだけど、はい。うち的には、まあまあ、なんか、ちょっと待って、虫がすごいんだ。ちっちゃい虫がさっきからすごい。本当に大丈夫だと思う。でも、ああ、多分、やっぱりボンドだと、まあ、マンスリーだったり、まあ、あとはブラバス、あとまあロリンジャーとかもまた出てくるでしょうから、その辺はちょっとこう、気にしていたいですね。なるほど。はい。さあ、もうやるせだから先に言っちゃうけど、ちょっとうち的には、はい、ちょっとその、いじくり倒して遊ぶ車じゃなくって、はい。あくまでこう、実用性を求める、そうですね、両立する車だから、はい。まあ、ちょいローダウン足回りぐらいが主流になってくるんじゃないかなと。やっぱりスマートに使えないと S クラスは逆に格好悪くなっちゃうと思うので、はい。ゴテゴテにいじるよりかは、ちょっとさらっと。そうです。もうなんかそういう感じでいいのかな。全然もうパリッとかっこよくなっちゃうと思うんですよね。なるほど。はい。なんかやってみたい感じのカスタマイズとかは。あ、ベッタベタにしてみたい。なるほどね。もう絶対かっこいいじゃないですか。なるほど、なるほど、なるほど。なんかフェンダーかぶっちゃってるぐらいの加工で、ホイールつけてね。みたいな。なるほど。そんなのをちょっと作ってみたいと。そうですね。やってみたいですね。ちょっとね、もうちょっと掘り下げようと思ったんだけど、ちょっと若干やらせになっちゃうんで。あんまり掘り下げられません。はい。はい、まあ本当に、ボンド東京だけじゃなくって、ボンド各店、はい、必ず入庫上位に来る車なんで、もう間違いないと思うんで、あの S クラスの方もぜひお任せくださいっていう感じでございます。はい、はい、じゃあちょっと早くも次のお題に行っていいでしょうか。はい、
ちょっとね、次が怖いんですよね。次が怖い。もうね、ちょっとお題を変えました。準備してたのに。ちょっとね、お題を変えました。あ、そうなんですね。なんですか、じゃあ。次のお題はこちらでございます。ダダン。はい。内山的新型高級車について。限定が。ちょっとね、待ち時間が長すぎてね、こんなちょっとテロップも入れちゃったよね。何この新型高級車って、いろいろ新しいの出たじゃない。たまたまこの写真は、うん、あのベンテーガを使ったけど、うんうん、まあいろんな新しいの、まあ、出るとか出たとか、ああ、そういうこと。ベンテーガもそうだけど他のもって、そう、まあ、フラスパなんかもそうだし、 あとはなんかゴーストも新しくなんでしょ、はい、あ、なんかね、そう内装の写真しかまだ見てないけど、でもやっぱりゴーストって言ったらやっぱりマンソリーじゃないですか、うちボンド的には。なるほど、はい。まあ、なんかでもゴーストだと結構ね、エアロパーツ組む人多いですもんね。ああ、なるほどね。うん、じゃあやっぱり新型も注目な感じで。いや、そうですね。だからやっぱりまたマンソリーがどんなデザインで出しちゃってるの。なるほど。でもまあね、大体かっこいいじゃないですか。確かにゴーストあたりは間違いないよね、うん、ね、なんかこう逆にこう冒険しすぎないところが、マサリもあるから、うん、まあ、じゃあかなり期待していいところじゃないかな。そうですね、やっぱり、まあ、新しい車はね、どんどん出てくるから。なるほど。で、一番最初のベンテーガについてはどうなんですかね。なんかネットだともうテールの形状が結構ざわざわしてますよね。確かに。なんかあれでしょ、今も、うん、結局なんかアウディっぽい、ぽさがちょっとゲートに見えちゃうのが、あ、みんなちょっとどうなのかなみたいな。なんだろうな、やっぱりなんかこう車って電車見るとまた雰囲気違うじゃないですか。だから見たらなんかやっぱかっこいいなっていう風に見られたらなんかなってくるんじゃないかなと思いますよね。うちは原稿はまだ見てないの。見てないです。あ、そうなんだ。はい、なんか ディーラーだかどこだか。あ、そうそう、なんかもう、よかったら来てくださいって お誘いいただいたんですけど、ちょっと時間の都合合わなくて見に行けなかったんで。あ、そうなんだ。ああ。じゃあちょっと世間わざわざしてるけど、うち的には、まあ見慣れれば。うん、見慣れたら絶対かっこいいと思いますよ。実車に来たいっていう。うん、そうですね。なるほど。ああ。まあそれに言ったらやっぱり、うちからまた振りが後々来るかもしれないけど、M3? ね、1回目の収録はそれでね。そう。自分の気持ちがざわざわするっていうね。そう。まあまあ、多分あの辺もどうな、まあわかんないですけどね。まあちょうど今こう、なんか新しく、こう、うん、メーカーのロゴも変わったりとか、そうですね。車のデザインもガラッと変えたりとか、そういう時期ではあるから。うん。なるほど。今のグリルはちょっとどうなんだろう。まあ、その辺は、個人の感じが、ね。あれは見てすげえかっこいいと思った方には申し訳ないです。まあ、個人的な意見も踏まえるですね。うん、ちょっとなんか、グリルはどうやったらかっこよくなるのかなって、ね、ちょっと不安な目がありますけど。ちょっと車いじくってる。ね、スポイラーつけて、車高下げてホイール入れてとかってやったら、ちょっとなんかグリルの印象をすべてかっこよくなるかもしれないですね。なるほどね。ちょっとその辺も触ってみたいな感じで、うん。そうですね。やっぱり M3 なんかもこう。うん、M3 も出たよね、あれね。え ?M3 もあのドデカグリルのやつがなんか出たでしょ、もう写真が。あ、そうそう、M4 か。そう、写真で出たのは。写真で出てたのは M4 なんだけど、最近 M3 のあのドデカグリルのやつもなんか目撃されて出てた。やっぱりあれで行くみたい。ね、なんかこう M3、M4 を乗る方は結構車のカスタムに敏感な方も多いんで、うんうんうん、やっぱりでも盛り上がってくるんじゃないのかなと思うんですよね。なるほど。はい。逆に腕の見せ所な感じ。そうですね。好きなあれは。ボディカラーとか、あとそのカスタムの仕方で、うん、まあちょっとそこは、ね、まあ、薄めるのか逆に主張させるのかわからないけど。はい、まあでもまあ。ブラックアウトがやっぱり主流になってくるんじゃないのかなと思いますけどね。なるほどね。じゃあ、かなりその辺の新型も、ちょっと話は逸れちゃったけど、うん、そうですね。新型車についても、まあ、いろいろ、はい、まあ、妄想しつつ、妄想しつつ、準備も含め、
バッチリな感じですね。そうですね、はい、もうバッチリです。いつも毎日そういうこと考えてるんで。なるほど。じゃあ続いてもうちょっとだけいい、はい、うち、うん、大丈夫ですよ。続いてですね、ここもちょっとボンド東京的には外せないかなっていう、はい、こちらでございます。ダダン、なんですか、内山的スーパーカーカスタマイズ事情。はい、これはもう外せないですね。ここはやっぱりボンド東京的には外せないかなっていう。はい、まあ視点ナロクボも、うん、まあうちのボンドのお客様で購入された方がいて、あ、そうなんだ。はい、もう今オーダーを入れて納車、まあ年明け2月3月ぐらいになっちゃうかもしれないですけどね。納車される方がいらして、またもう車高を下げてホイールを入れていただけるという方が早い。早い。最速でございます。はい。はい。F8 も。はい。F8 も。F8 も。F8 もいらっしゃいます。F8 はもう結構何人かいらっしゃいますね。あ、そうなんだ。何人かいるってレベルなんだ。何か、車買ったらホイール入れるって言っていただいてるんで。はい。じゃあその辺の最新のスーパーカーカスタマイズも、もう先陣切って。そうですね。やっていく感じで。どんどん。はい。やらせていただきたいです。うっちー的になんかこう注目してるブランドとかいじり方とか、はい、ここんちのこれかっこよかったんだよみたいな。この前インスタで見てた720をグリーンにしてオルシュタイナーの色つけて、でもホイールブリクストンだったかな、入ってるの見て、もうあれは本当衝撃的でした、ね、なるほど。じゃあちょっとそれはインスタで入れてみます。はい、結構こうこってこてじゃないけど、もうバッチリいじくり倒したみたいな、ね、スーパーカーも結構かったし、あと最近だとアナーキーのやつで、なんかベントレーのコンチネンタル GT がもうベッタベタになってるやつ。へえ。うん、これもかっこいいなと思って。なるほど。なんかまあちょっとね、ベントレーあまり車高下げられないっていう問題があるんで。あ、そうなの。ああ、そう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 。エアサスのね、形状の問題で。そう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 。あまり下げられないんで、まあ、その問題をなんかこうクリアしてベタベタなベントレーとかかっこいいですけどね。なるほど。あとホイール的になんか、ホイール的に、うん、まあ、今年になるかちょっと来年になるかわからないですけど、今ちょっと注目しているブランドが一社あるので。なるほど。はい、アメタンですね。それはまだ。そうですね、結構デザイン的にかっこいいんですよ。へー。はい。じゃあ、で、今ちょっとその、まだメーカーがちゃんと立ち上がってないんですよね。え、そうなんですか？こんな話っすよ。あ、じゃあこれからこんなのやってきますみたいな段階で。そうですね。まあそこのブランドをできればこう、取扱いできるようになったらいいなと思って、ちょっと水面下で動いてますけれども。なるほど。はい。じゃあ今年後半になるのか来年になるのかわかんないですけど。そうですね。はい。じゃあ新しいホイールの提案なんかもかなり期待していい感じですね。はい、もちろんです。なるほど。はい。じゃあもう今年後半も来年もボンド東京から目を離せない感じで。そうですね。お任せくださいっていう感じで。はい。はい。お問い合わせこちらまでって。これ昨日もやってるからね。これ入れておきます。はい。じゃあもう本当に何でもスーパーカーから高級車まで、はい、カスタマイザーボンド東京にお任せくださいませ。はい、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。ボンド東京内山でした。はい、内山でした。ありがとうございました。ありがとうね。はい、はい、というわけでこんな感じでテレビ会議システムを使ってみました。実は今見ていただいたテレビ会議システム、お客様もお使いいただくことが可能です。パソコンからはもちろん、専用のアプリを使えばスマートフォンからもアクセスすることが可能です。カスタマイズの相談やその他打ち合わせ、あとは商品車両の確認など、見積もりや資料を合わせて分かりやすく使っていただけます。詳しいご利用方法についてはボンド各店までお気軽にお問い合わせください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。